ちは、栗山工房片染めチャンネルです。今日は龍馬さんからのメッセージを受けて着物と帯を選びたいと思います。詳しくは概要欄に貼っておきますので、龍馬さんの YouTube チャンネルの方をご覧ください。はい、それでは選んでいこうと思います。はい、まずは着物から選んでいこうと思います。はい、でいくつか選んだんですけど、まあ栗山らしいこれね、やっぱり浅い棒の紬の綺麗よね。サラサ模様ですね。うん、やっぱこれに、うん、紬合うと思うわ、ね、いいなと思ったのが、うんうん、第一候補、どんどんこう重ねちゃう。うん、でこれはうちの竹なんですけど、うんうん、竹糸紬、うん、これ折ってくれてるのが実は信州で折っていただいてるっていう、お信州つながり、ちょっとお近づきになれるみたいな、うんうんうん、かわいいでしょ。かわいいね。ちょっと紅型らしい要素が少し入りつつも、うんうんうん、ね、着やすい着物かなと思って、でこれも同じ信州紬の、かわいいでしょ。かわいいね。これに何か乗っけるのもいいななんて思って、うん、これ人気のある柄やね、確か。そう、これ人気なんね。うん、でこれがまあ縦が絹、横が竹なので、うんうん、まあ、竹と紬で、紬で非常に多分合うだろうなっていうの、うんうん、この中で一つ選びたいなと、うんうん、やっぱりその瓶型、うちの特徴が出てるのがいいかな。そう、だからこっちよりはこっちか、こっちがいいかなと思って、どっちもいいんやけど、でもやっぱなんか華やかないいかもしれへんよね。華やかなはね、うんうんうん、これにぐっとなんか締めてもらうような、うん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 、なんかいいのね。そっち、よし。じゃあこっち、はい、一つ決定。決定。でもう一つ木軸やっぱり選びたいなと思う中で、うんうん、あの木綿っていうのも最近私たち染めてて、うんうんうん、でこの木綿のいいところは洗える、はい、自分でお手入れが家でできるっていうところがいいので、うんうん、あの普段的にもお召しいただきたいなっていうので、はい、ご提案して作ってる部分なんで、ちょっとただね、お着物なんであんまりごちゃごちゃやりすぎると着にくいかなと思って、割とあっさりめの彩色にはなってます。うん、うん、いいでしょ。綺麗ね。ちょっとね、これ画面でこのちょっと光沢があるっていうのが見えるかしらね。うん、そうそう、実は木綿やのにちょっとツヤっとしてるっていうかね。うん、なんかね、あの紬に見られるのね、うんうんうん、私が着てると、うんうん、そう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 、その良さがあるなという、うん、あれこれさっきの、そう、これ生地違いやね。そうそう、生地違うとなんか違うでしょ、やっぱり。うんうん、不思議やね。不思議やね。でもこれはこれですごい木綿の良さがあるでしょ、うんうん。これ洗えると思うとなんかちょっとなかなかいいなっていう。うんうん、で、私が着てた着物の色違い。うん、でこれもあっさりしててね。うん、ゆうこさんがトントンさんの時に着てはった？うん、そう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 、うん、ベージュのやつを着てたんですけど、これはグレーにしてます。これもいいね。これも可愛いよね。可愛い。で、せっかくこう木綿、別に女性だけじゃなくて、うんうん、男性もいいかなと思って。そう。まあでも女性でもいいと思うんですけど。うんうん、これはまた粋な感じやね。でしょ。あ、でも私これの好き。あのいいところは裏も染めてるので。うんうん、一重で木綿って仕立てた方が、うんうん、あの洗いやすいのね、うんうんうん、合わせにしちゃうと表の生地と裏の生地の添いが悪くなっちゃうので、うんうんうん、せっかく洗える生地が洗えなくなっちゃうので、うんうん、一重で仕立てた方がいいと思うんですけど、うん、でもほら八掛けつけたみたいなんでしょ、裏も染めてあるから、ほんまやすごい、めちゃめちゃおしゃれでしょ、うん、こう歩いた時にこうちょっとチラチラっと見れる雰囲気が、うん、すごい、かっこいいっていう段も、だから一つ選びたいなと思います。はい、どれする？どれがいいかな。私的に私気に好きな一番最初。あ、そうなん？どう？いや、姉ちゃん的には。はその石が好き。あ、石いいよな。うん、あ、やっぱり。絵面がええのはそのベージュのやつかな。あ、こっち、うんうんうん、これも可愛いよね。可愛い。悩むな。悩む。どうします？ね、これね、あの着るとすごいいいけど、うん、画面映えちょっとしない。そう。なのでちょっとこれはやめる。ああ、そっか。
そう、3本中でどれがいい、うん、龍馬さんのところと合うかっていうところがあるしね、うんうんうん、いやでもなんか挑戦してほしいのあるよね、うん、新しい世界開いていただくのにこれをなんか挑戦ではなくて素敵な大人な感じに着こなすコーデに、うんうん、してくださると面白いかということでこれにしよう。よし決まり、はい、で帯はもう私たち力入れて染めてるので、はい、3本選びたいなと思ってます、はい、でどうしようかなと中でこの際大島ね、ほう、うん、大島つむき、大島つむき、よいしょ、ここ、はい、はい、すごくね、これなんか大島なのに真綿の糸が使ってあるっていう珍しい生地なんですけど、サラサなんでエキゾチックな感じがね、うんうん、もうこれは絶対合わせやすいと思うの、あら、使いやすい、あの真夏はもちろん真綿が入ってるので暑いしやめた方がいいけど、うんうん、でこれ色違い、いや、かわいい、こっちもかわいい、彩色違ったら全然雰囲気ちゃうね、全くちゃうでしょ、別の柄みたいに見える、うん、これも職人さんの採用で、そう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 、あら素敵、そうだから本当はこれ生地の端見るとね、うんうん、こうどんな色にしようかなってこう迷い尽くした跡が迷った跡があって、うんうん、よりいいのになるようにすごい工夫してくれたっていう跡が残ってます、うん、でお腹側がこっちなので、ちょっと広い目に彩色してあって、うんうん、で、太鼓側がこんだけっていう。これも結構広いので。そうやね、だいぶ広いよね。うん。まあ、融通つけていただいて、うんうん、自分の好きなとこ、そうやね、出しにくくて困るってことはあんまりないと思います。うんうん、で、これは先ほどの竹糸紡ぎで同じなんですけど、うんうん、こっちは帯用にちょっとだけ地が厚く折ってあります。うん、生地がちょっと厚みやねんね。そうそうそう。あの全く一緒ではないんですけど、あら、そうさ、かわいいでしょ、かわいいね、やっぱりね、こうなんかどう生き物の柄っていうのもね、やっぱり楽しいのよね、うんうんうん、生命感があるっていうのはやっぱりね、うん、でもちろんゾウさんっていうのはこうインドやったら神様の使いなので、そうそうなのでもう神様を背中に背負っていただくという守られてるっていう、なるほど、で前はいません、あ、そこまで主張してない、主張してないのね、うん、で、こんなの面白くない？すっごい素敵、ちょっとね、織物のとこに合わせるんだから、うんうんうん、ちょっと織物っぽいっていうのも面白いかなと思って、うんうんうん、確かに確かに、色にこう動きがあったりとか、うんうんうん、自由に色入れれるとかいうのも、うん、まあ、染めならでは、手で染めるならではの良さがあるので、これも面白いし、うん、これね、はい、父が描いたプロテアです、社長だね、うん、そうで、これね、プロティア、本当は私が先に書いたプロティアと父が書いたプロティアと2つあって、実は実はで、私が書いたプロティアが、うん、このプロティアはこんな風に咲かへんとか言ってこういう方やとか言って後からとか書いて直された感じなんですけど、うん、父のはやっぱり綺麗なんですよ、うんうん、絵がもうすっきりとしているので、このちょっと直線的すぎるなと思ったので、うんうん、これぼかしをちょっと多用して柔らかさを出したっていうのがこの特徴 で、うんうんうん、でこれグレーですけど、タレにはこう紫がくるね、効いてるね、それが素敵、こういう感じでタレに紫がこういう感じよね、うんうん、キリッとなるね、なるので、うん、こういう感じね、うんうんうん、めちゃくちゃ綺麗やと思うの、これ着こなせると、これも人気ありますよね、やっぱり、うんうん、そうそう、でプロティアって花自身がいつの季節っていうのが分からへんので、うんうん、もうお花ですけれども季節問わずに着用できるのがいいところやと思います、うんうん、今ブーム、あ、講師講師やっぱりこれちょっと一つ押さえとくと思って、うん、なるほど、はい、市松円柱椿って言います、ほうほう、かわいいでしょ、かわいい、ね、椿の柄ですけども、椿なんやね、そうそうそう、椿に見えへんね、うん、なんかクローバーみたいに見えた、こんな感じで、あ、かわいい、これも粋なんで、うん、ちょっと洒落た装いにいいかなと思ってます、うんうん、いいね、ハッスンで、ハッスンっていうのは、う
生地が分厚くないと、うんうん、ハッスンとしてこう成り立たないんで、ね、うんうん、地が厚いんですよ、うんうん、でも地が厚いってことは糸が太いので、うんうん、私たちの染めが滲んでいきやすい。うーで、滲まずに綺麗に染めるってことがすごく難しい、うん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 、でもできひんと思ったら、うん、ですけどやってみると意外とうまいこと言ったんですできるやんできるやんやれるやん。でも大変なんですよこれ、うん、ここに至るまでにすごい普通よりもいっぱい気使ってやってます、うんうんうん、このインカ模様ってやつなんですけど、うんうん、これもいいでしょ。素敵。この紬に合わせていく龍馬さんのね上田紬で合わせた、うん、絶対合うと思うやろ、うん、なんかこれ絶対合うと思うね、うん、私もこれ最初からこれやなと思って一番に選んでたんや、うん、思わへん。うん、すごく合うと。もうこれ決定よね。うん、それ、うん、これはもう決定。で、最後、うん、もう遊ぶっていう意味において楽しいのを選んだ。猫。この猫。存在感あるっていう。この猫よく目が合う。この猫、ね、目合うよね。目合うね。これ社長描いたやつ？いや、これね、もしかしたらうちの社員さんが。書いたやつかもしれへんね。あ、そうだよ。うん。のれんなんかタペストリーなんかで最初書かはったんですけど、うんうんうん。そうそう。バッグにもおったね。多分ね、父が書いたらもっと怖い顔してると思う。もう、うわ、化け猫かもぐらいの怖い顔にきっとなると思うの。多分違うと思う。かわいい。かわいいよね。で、うん、ーんって背中にきます。で、前側は、半分半分にちゃんと。やっぱり顔がある。やっぱり顔があります。そう。でね、これね、うん、私、着付けの先生で、うん、山内芳水先生っていう先生が九州にいらっしゃるんですけど、うん、この先生の動画も私よく拝見してるんですけど、うん、先生の猫耳結びみたいなのあって、うん、このお太鼓のとこにここの耳をこうつけて、うん、猫の形にするっていう結び方を動画で配信されてるんですよ。これ皆さんよかったら見てくださいね、うん、でこの帯のためにその結び方はあるんじゃないだろうかって実はずっと思ってるんですけど、私自身がこれを持ってるわけじゃないので、うんうん、あのどうしようやっぱり仕立てて練習するどうするってちょっと思ってるんやけどでもそれちょっと見てください。もうバッチリやと思うこれね。あのまあでもその楽しい感じと上田紬が合うのかどうだろうって思ってちょっとこれ選んでみたんですけど、 なんか動物はどっちかにしよう。ゾウにするか、うんうんうん、猫にするかがいいな。どっちがいいやろ。でも、まあ、でもね、無難ってか、うん、綺麗なんはゾウさんの方よね。そう、やっぱりなんかこのコロナもねまだなかなか終焉迎えられへん状態にあるので、うん、神様背負う、神様背負うか、守ってもらおう、うん、そういうこと、うん、守ってもらいましょう。はい、じゃあこのゾウさんが一つ決めたのと、はい、ごめんね猫さん、また今度活躍してね、うん、はい、最後一本どうしようかな、めっちゃ悩む。やっぱでも栗山さんらしいっていうのをいきたいなと思うと、うんうんうん、やっぱりこの父が書いたプロティアか、うん、このサラサの方がいいかなと、うんうん、これとこれは色が被ってるし、うんうんうん、ダメよ。いや、うん、残った、残った。決勝戦。決勝戦。チラシいいのって言ったらやっぱりこっちの気もするよね。私はちょっと最高の形作ってみよう。うん、いやでもバッチリのコーデを見せてほしいので。こう。不敵な笑い。ハードル上げてる上げてる。わかった。これさ、これ竹糸紬なんね、はい、でこれも竹糸紬なんですよ、はい、で同じ生地やし、うんうん、やめとく。やっぱいろんな生地でも合うっていうのを見たい。なるほど。どんな素材を持ってきても、うん、龍馬さんの上田紬とのコラボレーションがうまくコーディネートできるかっていうので、うんうん、で帯が違うってことはもしかしたら季節感が少しずつ、これやったらちょっと地圧なんでとか、うん、暖かくてもとか寒くてもとか、この辺は薄いので、うんうん、もう割と一人でも締めていただいても全然問題ないので、うんうん、この辺は構わないので、うん、その辺のこう柔軟性もあるので、うん、素材違いにしたいと思います。それでは入れていこうと思います。うちのちょっと粋な木綿ね、はい、
で、ゴの紬の B 型らしい磁石で、ハッスンのポジゾウさん入れて、サラサのね、大島紬を入れたいと思います、うん、で、龍馬さんに、うん、龍馬さん、ラーメンも大好きですっておっしゃってたので、京都の美味しいラーメン入れるので食べてください。豪華酒大好き。でそれと、はい、挑戦状。挑戦状って言われるのにこうやった。にこやかな挑戦状であんま聞いたことないよね。入れて、それでは送ろうと思います。では今日の動画はこれでおしまいにします。続きは龍馬さんのコーディネートの方でお楽しみいただくことになると思います。ではお楽しみに。さよなら。龍馬さんよろしく。